こんばんは。これ、高2の生徒に行かれた問題です。これ、寸大の東大実践、東大の実践、もし、実践オープン、ちょっと名前わかんないけど、東大の模試、高2の東大模試だそうです。3番聞かれたんですけど、ちょっと全部説明しますね。点 A00-1、B-100、C12-1 があると。原点 O から平面 ABC に垂線 OH を下ろす。次の問いに答えようと。1番、各 ABC の大きさを求めようと。2番、H の座標を求め。ここまではね、標準問題なんですよ。ここまでは。で、3番を理解できるかどうか。3番、三角形 ABC の内部および周と、不等式 X2 乗足す Y2 乗足す Z2 乗、小なりイコール1が表す領域との共通部分の面積を求めよう。これがね、計算というか、その図的にも理解できるかどうかですね。じゃあいきます。とりあえず1番、2番。X 軸、Y 軸、Z 軸とすると、A がこの辺、B がこの辺、C この辺ですね。で、O からこう垂線を下ろすと。見えるかな？こう H って書いてある。こう垂線ですね。で、こう垂線ぶつかったところが H と。はい、でいきます。A の座標、ちょっと理解しようか。A の座標、B の座標、C の座標分かってますね。じゃあ、ベクトル BA とベクトル BC 出しますよ。ベクトル BA、BC。で、それぞれこうなりますよね。A から B を引いて、C からB を引いたら、まあ、こうなりますよね。で、内積出します。ベクトル BA とベクトル BC の内積。これかけこれ、足すこれかけこれ、足すこれかけこれ。で、3になります。で、あと、BA、ベクトル BA の大きさ。これの2乗、これの2乗、これの2乗を足してルートの中。同じように、ベクトル BC の大きさ。これの2乗、これの2乗、これの2乗で足してルートの中。で、それぞれこうなります。ということは、内積の公式。で、このコサイン ABC を出します。そしたら、コサイン ABC がルート2分の1になりますので、答えは45度と。ですね。だから180度、0度から180度だからってことですね。コサインがルート2分の1で、45度と。はい、いいですかね。これが1番。で、2番は、2番いきますよ。じゃあ、ちょっと大雑把に書きましたけど、三角形 ABC があって、O が原点があって、こう、垂線を下ろすと。じゃあ、まず、ベクトル OH はどう表せるかっていうと、ちょっと一言書いた方がいいですね。点 H は平面 ABC 上にあるので、平面 ABC 上にあるので、K を実数とすると、ベクトル OH イコール、K 倍のベクトル A、K 倍、L 倍のベクトル O、あ、ベクトル、あ、ごめんなさい。K 倍のベクトル OA、L 倍のベクトル OB、で、M 倍のベクトル OC、まあ、つまりこう置けると。で、実際この OA がこう、OB がこう、OC がこうだから、まとめるとこうなります。で、また、当然、K、L、M は1ですよね。ですね。だから、これ米印、これ1にしたけど、あともう1個。このベクトル OH は、この平面 ABC と垂直なんだから、もっと言うと、このベクトル OH は、ベクトル AB とも、垂直。で、このベクトル OH はベクトル AC もしくは BC とも垂直と。それできます。じゃあ、ベクトル OH とさっきの出した BA のベクトルが垂直と。つまり内積が0。ちょっと内積0って書いた方がいいです。だからこれの内積が0ですよで、0ですよで計算します。いいですか？そしたら、これかけこれ足す、これかけこれ足す、これかけこれ。まあ、こうなります。これが2番と。で、今度ベクトル OH とベクトル BC が垂直だから内積0で、じゃあ同じようにやりますよ。これで、今、1番が出て、2番が出て、3番が出ました。で、あとはもう1、2、3からいじっていってください。もう、もう説明省略しますけど、こうですね。1-2、2-3、4-5、で、5番をかける2にしたんかな。まあ、4、これが4番、これ5番とするならばですね。っていうふうにやっていくと、L が9分の5、K が9分の3、あれ、その後どれや。あと、これか。あとはそれで、今、M、L、K が出たから、出ましたね。いいですかね。はい。出たので、じゃあ、米印に代入、今のやつを代入すると、ベクトル OH がこうなります。じゃあ、H の座標は当然こうですね。マイナス9分の4、9分の2、マイナス9分の4と。で、問題は次3番なんですけども、3番ね。まず、X2 乗足す Y2 乗足す Z2 乗イコール1と考え、イコールですね。本当は小なりイコールだけど、1って考えると、これ9ですよね。た、玉ですよね。9の方程式ですよね。で、それをまあ、S としましょう。その9をですね。これを表す9がですね。じゃあ、半径は当然1ですよ。これ、9の中心 O ですね。あと、何やったっけ。用語っていうか。あ、
三角形 ABC か。で、三角形 ABC を、三角形 ABC を通る平面をこう書きましょう。平面 ABC と。三角形 ABC を通る平、だから、三角形 ABC を通る平面。三角形 ABC がある平面を平面 ABC としましょうよ。そしたら、どういう形、三角形 ABC が、さっきの、もともとのやつ、もともとのやつが、ちょっと待ってください。あ、もともとこうか。もともと三角形 ABC ってこうじゃないですか。で、ここに球ができるんですね。で、この ABC が、まあ、どういうふうになってても、結局こうならないですか。近くでしょうか。三角形 ABC が通る平面を ABC だから、球があって、平面 ABC と必ずどっかでこういうふうにぶつかってるところがありますよね。もう一回言いますよ。三角形 ABC は本当に言うとこういう感じなんだけども、もうその三角形 ABC を含む平面をこれとしましょう。で、その球とのぶつかりを、この私がこう K って書いてあるけど、分かりますかね、点点点点。ここで平面の ABC とぶつかってるはずと、重なってるはずと。ですよね。で、ここに点 ABC があるか、もしくは ABC はどっかこの辺にあるかはどうか分かんないですけども、とりあえずぶつかってる、平面 ABC とぶつかってるのはこうなんですよ。で、結果的にですね、結果的にはね、後で説明しますけど、点 A、点 B、点 C がこの辺にある。つまり、点 A と点 B はここの重なってる円周上にあって、C はこの円周上にはないと。っていうのは、ちょっと説明しますね。じゃあ、いきます。じゃあ、これを S ですね。Q を S。で、平面、三角形 ABC も含めて平面 ABC との重なってる部分をこの K と置きましょう。サークル K じゃないけど、円 K ですね。そしたら分かるのが、これが1ですね。あと、ベクトル OH が出てるから、OH の長さ。この OH ですね。これ2番、2番の回答ですよ。ベクトル OH。じゃあ、その大きさっていうのはこうですよね。3分の2か。あと、この円の K は三平方の定理から、1と、もともと1だから、これ、球の半径は。1ですよね。1、今、3分の2が出たから、じゃあ三平方の定理でこれが3分のルート5が出ます。K の半径、3分のルート5と。いいですか。だから今、1、3分の2、3分のルート5が出てます。で、今度、OA の大きさ、OB の大きさ出すと、それぞれ1、1になるので、たまたまかどうかわかんないけど、点 A と点 B は S 上にありますよね。つまり、OA の長さが1、OB の長さが1なんだから、結局、これ1ってことは球の、表面上にあるってことですね。AB は。で、かつ、だから S 上にあるんだけど、かつ形状にもありますよね。形状にも。だって三角形 ABC はこの平面の中にあるんだから。ということは、どっかこの辺適当に A、B と置いて、あとは C だけ考えればいいと。もう一回言いますよ。この K、この円の K っていうのはこの平面 ABC とぶつかってる部分ですよ。いいですか。だから A と B はこことここ、この形状にあるのは分かったと。球状にあるんだけど、この球の、球でも特にこの K の上にあると。ですね。それがまず分かりましたと。で、次。今度 OC の長さを出すと、ルート6になるから、ただ1を、途中半径1を超えちゃうので、分かることは点 C は S の外部にあると。S ってのはその球ですよ。この球の外側、この辺にあると。つまり、平面 ABC 上だから、K の外部にあると。つまり、こんな感じ。まとめて書いちゃうと。点 A がこの円 K のところにあり、B もここにあり、でも C は、この球の外側に、O から半径1を超えて、どっかこれにあると。当然、でも平面 ABC 上にあるよと。じゃあ、イメージ的にこんな感じですね。イメージ的に。で、結局ね、A と B がこの半径 K、半径、あ、この、A の、あ、円の K って半径が3分のルート5だから、こんなイメージですね。こんなイメージ。こんなイメージ。これ円で、円 K ですよ。で、点 A と B があると。で、C がどっかこの辺にあると。で、重なったところだから、ここを求めるんだよね、結局。ですね。じゃあ、あとはね、点 A がどこら辺にあるのか。あ、だから、これ結局ね、接線になるんですよ。なんで接線になるかと。で、あと点 D が、点 B と点 D の関係が、これ、B、D、C が何対何っていうのを今から求めますので、いいですか。だからイメージ的にこんな感じですよ。イメージ的に。はい。いいですかね。で、次。次が、ちょっと待ってくださいね。次がこれか。次がこれだ。あ、じゃあこれか。次これか。
直線 AC 上の2位の点を P とする。ちょっと見せるか。直線 AC 上だから、AC 上の点、だからこんな感じですね。直線 AC 上に、なんか P があるとしましょう。じゃあ、ここに O があるから、O が OP、ベクトル OP 出しますよ。ベクトル OP ってこうなるの分かります？ OA 足す S 倍の AC と。だから、けると、O がどっかこの上の方にあるんですね。で、ベクトル OP っていうのは、ベクトル OP っていうのは、OA 足す、S 倍のベクトル AC か。だから、ベクトル AP っていうのは分からないから、O がこの辺にあったら、O、ベクトル OP っていうのは、OA のベクトル足す、S 倍のベクトル OC と。ですね、あベクトル AC かごめんなさい AC こう表せるとそしたら、まあ、実際こうなりますよね。でもしこの点が形状にもしあるんだ実際形状にあるんですよね。その点 A っていうのはこれが A 状にあるんだったらこれが X 座標 Y 座標 Z 座標だからこうこれが成り立つじゃないですか。 X2 乗足す Y2 乗足す Z2 乗イコール1。じゃあこれで解いてみたら S が0になります。解いてみたらということは結局00マイナス1ってことですね。ベクトル OP は。ということは、これ点 A と全く一緒です。点 A と全く一緒。点 P と点 A 全く一緒と。一緒になると。だから点 A と点 P は全く一緒。だから P は2位の 点 P というのはここにしかないと。いいですかね。はい。じゃ次。今度同じように直線 AC と K。直線、あ、違う。同じようにじゃない。だから、これ結論ですね。直線 AC と K の共有点は A のみと。で、また、直線 AC と S との共有点も A のみですよ。いいですかね。直線 AC と K との共有点は A のみだし、直線 AC と S との共有点も A のみです。だから A は接線です。まあ、もっと接点か。接点です。で、今度次。直線 BC 上の2位の点を Q としましょう。直線 BC 上。今度 BC 上になんか2位の点。何でもいいから Q を置くと。じゃ、この Q も同じように、こう表せますよね。ベクトル OQ は、ベクトル OB 足す T 倍のベクトル BC。つまり、ここに、これに O があるんやけど、このベクトル OQ っていうのは、OB 足す、T 倍のベクトル BQ か。そうですね。こうですね。じゃあ、これ、こう表せますよね、当然。はい。で、もしこの点が形状にあるんだったら、形状にあるんだったら、同じように、これの2乗足す、これの2乗足す、これの2乗で1になって、で、T が0と9分の4になります。0と9分の4。そしたら、T が0の時と9分の4の時で調べますよ。T が0の時は、さっきのやつに、さっきのこれ、この中に代入しますよ。この中に。0だったら結局、B と同じ座標になります。ってことは、点 Q って、あ、だから点、なぜならばこれだからですよ。なぜならば。これも、ね、で、今度、T が9分の4の時と。9分の4の時は、点 D が結局、代入したらこうなりますよね。で、ベクトル HD とベクトル HA を確認すると、こうなります。で、これね、内積調べてください。0になります。ということは、ベクトル HD とベクトル HA は垂直です。ベクトル HD とベクトル HA。だから、結局ね、ちょっと見づらいかな。ここに、この H があってですよ。ここに H があって、このベクトルとこのベクトルは、内積が0ってことは90度です。で、t が0の時、こうなりますよね。t が、9分の4の時は、こうなります。いきますよ。t が9分の4の時は、点 q を d とするならば、直線 bc と k との共有点は b と d であり、ベクトル od イコール、まあ、こう表せると。ですよね。ベクトル od っていうのは。はい。で、だから今、t が9分の4だからですよ。で、点 d は結局、線分 BC を、だから9分の4の BC ってことは、4対5に内分しますよね。4対5に。そうですね。だから、ベクトル OD、ここに O があって、ベクトル OD っていうのは、OB 足す9分の、9分の5、9分の4倍のベクトル OC っていうんだから、9分の4倍ってこうですね。だから、4対5ってことですね。いいですか。これからして4対5と。じゃあ、結局、この図のようになりましたと。この図のように。ということは、あとはもう結論。これをどう求めるかなんですけども、まず BD は、さっき BC 出してますので、BC の9分の4倍で3分の4になります。BD がですね。BD が3分の4。いきます。三角形 ABD。この面積ですよ。この面積足す、扇形の、AHD。A、ここ、円の4分の1。円の4分の1の面積から、
三角形 AHD、AHD、ここか、AHD、この三角形。つまり、この扇形から、この三角形を切り抜いたら、これが出ますよね、ここが、ここが。それに、この三角形 ABD を足せばいいです。だから、この式。じゃあ、いきますよ、忠実に。じゃあ、まあ、結論はこうなんですけど、結論は、18分の7足す36分の5でいきますよ。三角形 ABD は、2分の1かけ AB かけ BD かけ3、45度ですね。つまり、これが90度だから、本当は説明入れた方がいいけど、円周角だから45度ですね、ここは。じゃあ、2分の1かけ AB かけ BD かけ3、45度。で、3分の2になります。これ3分の2と。で、今度、扇形の AHD は、円の面積の4分の1だから、円の面積。半径3分のルート5ですね。半径かけ半径かけ π。で、それの4分の1と。36分の5と。5π か。36分の 5π と。で、三角形 AHD は、これはもう、三角形、だから正方形の半分だから、一辺かけ一辺かけ半分。で、18分の5と。じゃあ、それで計算してみません。3分の2足す36分の 5π 引く18分の5と。ってことで、回答。18分の7。足す36分の 5π と。いいですか、ね、だから このイメージですね。このイメージ。これは結構時間かかりますね。まあもちろん時間はもうたっぷりあるんやろうけど。分かったかな今まで。はい、じゃあ以上です。